歌、クイズ出しっこしようよ。俺が答えられなかったら1000円やるよ。お前、バカだからそんなことしたら金なくなるぞ。分かってるよ。だからハンデとして、お前が答えられなかったら俺に3000円ちょうだい。まあ、いいけど、どうせ勝つし。お先にどうぞ。じゃあ、日本で一番長い川は？わかんない。答えは？信濃川だ。そっか、残念。お前、大丈夫か？じゃ、俺の番な。日本で23番目に長い川はなんだ？わからない。正解は？俺もわからないから1000円あげるわ。よし、1000円儲かったからお菓子買ってこよう。こいつ、むちゃくちゃ頭いい。なあ、そろそろ誕生日近いし、この望遠鏡買ってくれない？この望遠鏡なんてどう？お前はすぐ物を壊すから、そんな高いもの買わなくていいよ。じゃあこれは？これならそれより安い。そんな安いものすぐ壊れるから買わない方がいいよ。帰ろ。これ一生無理じゃない？喉渇いた。確かにジュース飲みたい。俊生、下の購買で買ってきてよ。なんでだよ、お前買ってこいよ。じゃあ、じゃんけんする？僕じゃんけん弱いからやだ、ポーカーがいい。でもトランプなんかないぞ。しょうがない。さすが俊生、よろしく。俺緑茶がいい。優しい、男前。下の購買でトランプ買ってきた。飲み物買ってこいよ。お前たち、騙されそうになったら俺に聞けよ。なんだよ、急に。小学校の時の友達からこの本を買ったんだよ。最近ネットワークビジネスとか多いだろ。だから騙されないための本なんだ。へえ。それいくらだったんだ？10万円。